おはようございます。9月25日水曜日、朝5時25分です。もうすぐね、夜明けです。でね、今上見ると月が、三日月が出てますね。で、今日も撮影しているこのカメラは、引き続き iPhone11 です。で、これ今ね、標準価格ですね。標準価格でこれを超広角にするとこれぐらい広く映ります。まあまあね、レンズ明るいので、これ今かなり外暗いんですけど、結構映りますね。現在ジル520の室内の気温が22度です。朝晩も秋らしく、冷え込んでくるようになって、そろそろね、寝るときに長袖着ないと、寒いですね。今朝は子供の部活がもう朝練があるらしくて、もうすでにね、リビングでガサガサゴソゴソうるさいので、今ジル520の中に移動してきました。でもうすでにこれね、コーヒー今朝2杯目なんですけど、いただきます。朝練があるときは6時過ぎの電車に乗らないと練習時間に間に合わないらしいので、朝慌ただしいんですけど、まあジル520の中だとね、ゆっくり話ができるので、少しだけここで話したいと思います。で、今これ撮影しているカメラは引き続き iPhone11 の11ね、プロじゃなくてノーマルの11の方なんですけど、11の超広角で撮影しています。いや、やっぱりね、こうやってこう見てみるとかなり、広角広いですね。で、標準に戻すとこんな感じで、広角、超広角にするとこれぐらい広くなります。いや、これぐらいね、本当に広く撮れると Vlog 撮るときってすごくね、使いやすいですね。今日が9月25日なのでね、20日にこの iPhone11 届いたので、今日で、6日目になるのが、まあ5日間ね、昨日まで使ってみたの感想なんですけど、まあ性能的にだとか、あと、まあ、カメラだとかってもうほとんど文句ないですね。まあ今までね、使ってたのが iPhone7 だったので、まあ、iPhone7 からっていうと何世代あるな、3世代新しくなる、4世代か、3世代か、新しくなるので、処理速度やカメラ性能などはもう本当にね、言うことないです。ただ、もう唯一ね、もう何度も言ってますけど、不満なのが、このサイズ感ですね。もうサイズ感だけはね、どうしても iPhone7 だとか8の大きさ をすごくこう気に入って使ってたので、どうしてもこの11の大きさっていうのがね、手に未だに馴染まずに、もうやきもきしています。どうにかこのままだましだまし使いつつ、来年春に噂されている8の新しいモデル、8S になるのかな、を発売されるのを、まあ、待ちつつね、どうにかこのまま使っていこうかなと思っています。 8S が出たら買うかな、まあ、カメラ性能にもよると思いますけどね。一瞬この11を返品して11 Pro を購入しようかなと思って、Apple Store で実は11 Pro を、ポチったんですけど、結局冷静になってね、考え直してやっぱりキャンセルしました。価格差ね、考えるとやっぱり高すぎる。たかだかね、この手に持った時のサイズ感のためだけにそこまでお金出していいのかなっていうな、まあ、ほんとね、少し冷静になって考えて、やっぱり買い替えするのはやめました。今使用しているね、この11が 128GB タイプで、11 Pro ってね、64GB の次ね、128がなくて、で、次、256GB になるんですよね。まあ、その時点でね、そこまで、容量もいらないのに、価格が高くなるっていうことがあって、で、結局この11、仮に返品して11 Pro 購入した場合の差額がね、約5万ぐらいあったのかな？ぐらい。もう5万ぐらいね、出すんだと、今度ね、10月に新しく出る、GoPro のヒーロー8がね、買えちゃうんですよね。だからそのね、価格差考えると GoPro 8買った方が絶対ね、いいということで、今回は冷静になって11 Pro の購入はやめます。
しばらくはこのイレブン使っていくので、またお付き合いよろしくお願いします。あ、それからね、最近ね、ちょっと気に入ったアイテムとして、このね、譲ってもらった Apple Watch の3なんですけど、これね、この間紹介したんですけど、この、充電器、これすごくね、使い勝手いいです。で、まあ、サイズ的にもね、非常にこれぐらいコンパクトなのと、あと、これ自体が、これ自体がモバイルバッテリーになってるので、こんな感じでね、アプローチね、充電できちゃうんですね。これ今ね、充電中。で、ここが USB になってるので、まあこれ差し込んでおけば、バッテリーに充電できるし、差し込みしながらね、同時に充電も可能です。これはね、すごく購入してよかった。で、価格もすごく安かったので、2000何百円ぐらいだったので、かなりアプローチ使ってる方にはおすすめです。本日は少し短めになると思いますが、以上となります。また良ければぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた。